皆様こんにちは、今日は前回に続いてですね、2月の本会議で、質疑をする予定のですね、通告を出した内容の、こういうことを問題提起をするということのお話をしたいと思います。前回の収録は前半部分をですねお話したんで、後半部分、さまざまな歪みの是正をというテーマでですね、こちら4つですね、4つの項目について質疑をする予定で、あります。どういう話かというとですね、まず1つ目は敵国であり友好口実に工作を仕掛ける、さらに交流事業でですね、相手国に滞在するとそれが人質にすらなりかねないという、最終詩、これ韓国です。あと大連市中山区という中国ですねとの姉妹友好都市関係というのはですね、もう破棄すべきだということを申し上げたいと思います。これ荒川区が、海外のですね、アジアの都市で友好都市を結んでいるのがこの2つの自治体になります。最終詩というのはですね、チェジュ島というふうにも言われてますけど、そこで昭和20年代に大規模なですね、韓国軍による虐殺が行われてですね、それから逃げてきた人たちが、荒川区にもたくさん住んでいてですね、在日韓国人が多い地域なんですけど、荒川区で、その在日の入荷間じゃない昔からいる人たちはですね、9割が最終島の人たちだというふうに言われています。そういうつながりもあったということで、最終詩と友好都市というのをやっています。中国の大連市とはですね、今の区長がですね、いろんなつながりで、関係を強めたとこういう自治体であります。こういう交流というのをやってるとですね、向こうから人が来たりこっちから人が行ったりするわけですね。友好というものを口実にしてですね、いろんな政治的な課題についても自国に有利なようにですね、そういう圧力というかですね、そういうような誘導をしてきたりですね、するわけですね。またチャイナにおいては特にそうなんですけど、友好っていうんでですね、自国に来た人たち、日本人をですね、何か中央の方でですね、日本とチャイナの間で圧力があったり、衝突があったりですね、利害の衝突があったりするとですね、日本が例えば何かで制裁をするとかですね、そういう段階ですね、それを正面切ってそのことの議論をするんじゃなくてですね、スパイ行為を働いたとかですね、何か別の罪をでっち上げるとか、チャイナはもう平気でやる国ですから、そうしたことで、逮捕して、牢屋にぶち込んだりするわけですね。で、今までも日本企業の社員がよくそういうふうにされてですね、日本がチャイナに対して強い態度を取った時に、駐在の日本人が逮捕されてスパイ罪だとかですね、いくらでも理由つけられるんですね。で、その理由についても明確に日本政府に説明責任を果たすとか、そういうんじゃなくて、もう勝手に、スパイ罪なのでと、どういう内容かはもう誰にも言えませんということでやってしまってですね、いわば人質になっちゃうんですね。で、交流事業で行ったからといってですね、お友達として招待してもらったんだからそんな人質にしないだろうというのは、大変、甘い考えですね。そうした交流事業で行った人たちというのもですね、当然人質にするようなことをやる国がチャイナだというのはですね、もう
チャンネルラジオを見ている方々でしたら、もう容易に理解をできることだというふうに思います。そうしたリスクをみすみす自治体がですね、先導して、やるような必要があるのかと。そもそも有効有効っていう関係をですね、言えるような相手の国ではないでしょうと。まあ、有効事業で、大連市の中山区の共産党のですね、幹部が来たりしてましたけど、荒川区に来てですね、ファッションショーみたいなのをこっちでやって、日暮里っていう地域がですね、荒川区あるんですけど、そこはまあ繊維街があってですね、そういう服飾関係のつながりで交流して、日暮里でファッションショーをやるんで、中山区からですね、大連市からモデルさんとですね、デザイナーとか、あと共産党の幹部とかがですね来て、舞台でですね、披露したり、挨拶をしたりしてるわけですけど、こういう、中国共産党というのはですね、もう日本に対しては、非常に敵対的な行動している組織そのものですし、国内では大量虐殺を主導している組織そのものなわけですよね。ナチスドイツのですね、一地方の幹部が来て、日本の都市と交流してますっていうのとですね、イメージとしては変わらないようなことなんですね。そうしたことを果たしてやるべきかというと、私は自治体として、そういう危険かつ無定型なことはですねやるべきではないと。結んでしまったものは解消すべきだということで、あります。で、2つ目はですね、これに関連するんですけど、国内にもですね、交流都市っていうのはあるんですが、そうしたところにはですね、例えば荒川区のですね、少年野球のチームとか老人団体とかがですね、団体で行って、その姉妹都市に行ってですね、泊まりがけで、何かやってきても別に補助が出るとかいうのは特段ないんですけど、この大連市中山区とですね、韓国の済州市にですね、そういう団体が例えばもう交流もしつつ、少年野球でしたら野球の活動とか野球の交流とかですね、老人団体でしたら老人団体同士の交流とか、そういうのをやりますよっていうので行ったらですね、補助金が出るんですね、なぜか。で、間に国際交流協会っていうのはですね、かましてるんですけど、そこが出してるっていうふうになってるんですけど、その団体っていうのは、荒川区が補助金を出して、運営の大部分はその補助金でやられてるので、区の外郭団体の形を使ったですね、区の施策だと考えた方がいいものですけど、そういう補助をやってるわけですけど、補助金出してですね、先ほど申し上げたような、わざわざ、危なくてかつ、有害なですね、交流というのをですね、促進するというのはやめるべきだというのを、以前から申し上げてるんですけど、なかなかやめないんでですね、そうしたことを改めて申し上げればやめるべきだと、完全廃止を求めるということを提起をいたしました。また3つ目はですね、これはちょっと地域的な話なんですけど、東京都が都市計画道路というですね、昭和20年代に建てた道路計画をですね、未だに、それを基本にして道路を整備を進めててですね、一部廃止になっている区域とか あるんですけど、それに基づいて未だにやろうとしているところがあってですね、もう時代に全く合わないと。ここにこの住宅街を全部撤去してですね、幅が20メートルぐらいある道路をですね、西日暮里駅のちょっと
駅からですね、数百メートル行ったところにですね、まあ、通すというようなことを計画を立ててやってるわけですけど、もう地域の反対というのが極めて強くて、かつまあ議会でもですね、必要がないだろうという指摘、荒川区議会でも必要がないだろうという指摘が複数の会派からなされているようなところでですね、ただ計画自体はあるんでですね、地域が強く反対している中で、その計画の実行というのはですね、まあ、実質的には進まない状況なんですけど、計画が存在するがゆえにですね、いつ出てけと言われるかわからない中で、まあ、その住民は暮らしているというのをですね、まあ、地元の自治体の荒川区としても、まあ、座視するべきではないだろうということで、東京都に対してですね、その都市計画道路、まあ、92号線っていうんですけど、それを伸ばして、まあ、田端の駅前通りにですね、まあ、つなぐと、西日暮里の駅前の突きてる通りと田端の駅前からですね伸びてる通りを、まあ、つなぐぶっとい道路を作るというようなことをですね、もういらないですというのをですね、基礎的自治体からも言うべきだろうというふうに思って。